36,000。おめでとう、浦さんじゃん。強いダイソーじゃん。強いダイソー。よーい、スタート。ズルしない。どうも、稲田愛子です。今日もまたやってきました。夏休み小学生麻雀大会2024ということで、今回は東京の朝日新聞社さんの本社で行われる大会をレポートしたいと思います。ありがたいことに今年もゲストに呼んでいただきました。新しい出会いとね、6年生最後のね参加になる皆さんともいろいろこうたくさん思い出作って楽しんでいきたいと思います。頑張るぞ。はい、みんなご挨拶に預かりました。コロコロコミックの熱血麻雀男、ポンチンカンです。お願いします。周りにいる子供たち、お友達は麻雀のライバルであり、一緒に技を競い合っていく友達でもあるわけだから、今日という日を楽しく過ごしてもらいたいなというふうに思ってます。優勝者にはなんと豪華景品もあるので、ぜひ頑張ってください。応援してます。ファイト。皆さん、おはようございます。あれ、寝起き。皆さん、おはようございます。おはようございます。ありがとう、よくできたね。ありがとうございます。皆さん、今日一緒に麻雀、最初はちょっと練習して、その後大会があるんですけれども、一日よろしくお願いします。ひなたんって呼んでください。ちょっとせーので練習してもらっていいですか。せーの、ひなたん。よくできた子たちですね。本当にありがとうございます。今日は一日よろしくお願いします。 EX 風林火山に所属の勝又健二です。多分同じ宅には初めて会う友達ばかりが座ってると思います。同宅の人に思いやりを持って、楽しくいい夏休みの思い出にしていきましょう。今日は一日よろしくお願いします。なんて言ったらいいですか。あ、言ってたやつでいいじゃないですか。これなんだっけ。先生です。じゃあお願いします。先生って呼んでください。みんな、せーの、先生。多分慣れてるから、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、ビーストジャパネクスト所属、中田かなです。上から読んでも下から読んでも中田かな、なので覚えて帰っていただけたら嬉しいです。私のことはカノリンって呼んでください。呼びやすいね。せーの、カノリン。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。ちょっと一人あれおかしいな、いないなってことで、大子さん、そう、熊本にいるんだって。今急いで飛行機作ってここまで持ってくるみたいなんですよ。後で合流します。さあ、では皆さんに質問していきたいと思います。点数言えるよ。大体言える。自動卓使ってやるの今日初めてだよ。おお、なるほど、わかりました。ありがとうございます。今日大会に参加するの初めてだよ。おお、優勝したいよ。おお、いいね。先生がいろいろ教えてくれるんでね、優勝のコツね、教えてください。優勝のコツ、麻雀のコツはもうね、一個すごいいいのがあります。それそれ。失敗しても気にしないで、自分の上がりたい手を目指して目いっぱい攻めていく、これにつきます。失敗しても良くせず、次の曲上がればいいんで、頑張っていきましょう。じゃあその方、赤いランプついてると思います。赤いランプのボタンを押してください。この少なくなったハイヤマは真ん中に寄せてあげてください。目の前に座ってると。止まった。一個捨て、知らないの捨てていいよ。いい手だね、いい手だ。なんだったの。言わないよ、内緒だもん。あ、私もそれ選ぶ、一緒。どうする。いいかな。皆さん、6枚切ったら、60になったら、次はその下、2列目に置いてくださいね。あ、そう、山作ってみて。自分の生で切る。右から2番。さあ、切って、OK。さあ、イーシャンハイ、下ろす、ドラ、あ、もう完璧です。ハイパイ取って、ハイパイ取って、山作って。むずいよな。力がいるの。
はい、こっちもあるんだ。ああ、よくできたね。さあ、頑張って並べて、1個切るところからだね、親はね。はい、じゃあ親の人を準備してくださいね。いきますよ。はい。1回戦、対局、スタート。先生どうぞ勝負だリーチ。普通じゃないと思うけど結構やばいよ。ロン、カブ、リーチ、ドラゴン。何千だ、100。終わった何千だ。何千だ、100。高いね。はい、すみません、皆さんこんにちは。はい、ちょっとね、遅れてしまいましたが、昨日ですね、飛行機が飛ばなくてですね、今日急いで駆けつけてきました。なんか分かんないことあったら、でも聞いてください。はい、今日は一日よろしくお願いします。あなたのことは何て呼べばいいんですか？え？大吾さんと呼んでください。はい、ということで、2戦目も頑張ってまいりましょう。よーい、スタート。そう、これだったら300円。悩むよ。そう、そう、お、すごい、これやばすごいぞ、数えよ。ビーチ、ツモ、タイヤ、タイヤを、ピンク、で、赤が1個と裏が、裏が1個、2個。全部で7班だから跳ねまん、はい、オッケーです。3,000、6,000。え、待って、無理。よかった。皆さん3回戦です。あと2回残っています。ちょっと疲れてきた子もいると思うんですが、リラックスしながらやりましょう。今日は挨拶だけしましょうね。皆さん3回戦お願いします。お願いします。大丈夫？待って、ここじゃない。ダイソーなんだ。よし、いい、強いダイソーじゃん。強いダイソー。お、早い。よし、頑張ってな。チャンプだった。あ、本当？いや、三色ぐらい。目がいい。あ、積もった。はい、裏棚見に行こう。ロスは乗らないで。あ、おめでとう、裏さんじゃん。よかったね。リーチでどうやって上がったんだっけ。積もった。裏さんは他に役ある？なさそうかな。はい、2,000、4,000です。2,100、4,100。最終戦目指して頑張ってください。じゃあ、はじめ。ちょっとね、さっき待って、気をつけて。みんな先生がやってくれるからね。はい、じゃあちょっと手はい。45秒待って。いや、45秒で止まれるから45秒待ってください。青いやつでやる。はい、終わった。すごい高いよこれ。リーチ一発積もった。赤と重と1,2,3で合ってる。バイマン4000万点出ました。おめでとう。嫌だったな、きついな、ごめんな、おめでとうとか言ってな。あ、で、私しないでおいてください。 OK、 1,000点、1,000点、2,000点。音ゲーみたい。1,000点、1,000点、2,000点。 OKOK、 おめでとう、バイマン。彼女だった奥さんから、私と麻雀どっちが大事なのって問い詰められたら、なんで答えますか？ケンジさん、どっちも大事って。納得してくれるかな、それで。以上、来たとこ。いい質問ですね。
え、でもこれ娘に聞かれたと思うとね、完全に娘ですね。お父さんお母さんも仕事は大事かもしれないけど、やっぱお子さんの方が大事で、会ってほしい。ね、そうですよね。だからまだ、ほら。あんなに聞かれたら麻雀でしょ、それ。しょうがないよね。だって、それはわかるよね。あ、でも別に、両方大事ですね。やっぱこれ答えてあげたいですね。素計算がちょっと難しいと、どうやったら早く計算できますか？暗記です。1年生の子には申し訳ないんだけど、2年生以上の子は、九九を学校で覚えたじゃないですか。で、それって初めて九九も学校で習った時は、難しかったと思います。だけど、みんながお父さんやお母さんの前で、多分学校の宿題でさ、今日は七のドラを3回お父さんお母さんの前で言えみたいな。七一が七七二十四七三二十一とかって毎日毎日やっていくうちに、九九はまあ3年生とか4年生だったらもう余裕で言えるよっていう風になったと思います。麻雀の点数計算も同じように最初は難しいかもしれないけど、お父さんとかお母さんと、ちょっと空いた時間で30分リアルハンは2000点みたいな感じで練習していったら1ヶ月後には言えるようになると思うので、繰り返しに頑張ってください。みんな学校に麻雀できるお友達がいるよって子います？わ、すごい、1人だけいるんだ。すごい、逆にね、そう、麻雀できるお友達がね、学校にいないんです。どうやってお友達作ったらいいかなっていう質問があったんですよ。やっぱりさ、麻雀卓ないよね、やっぱり学校になかなかね。でもお友達欲しいよね。最近教室は増えてきたんですけど、まだまだちょっと、まあそんな多いのかと聞かれたらそんなにないかもしれない。まあ、元大子さんやってますよね、ちびっこ向けの教室やってますというか、これからやります。これからやる。そう、今年の11月から、来年の2月まで4回か5回やります。はい、もう都内で。都内で。それをチェック、親御さんがしてもらえれば、まあ、あれ、あの時あったあの子だっていうことがあるかもしれないので。でもみんなさ、名札あったじゃない。で、1回戦の時さ、全然さ、みんなさ、緊張もあったからあんまりお話もせずにしっかり打ってたけど、どんどんいろいろなお友達とお話しながら打たれてる印象があったんですけど、仲良くなった子たちとか、よかった名前とかも覚えてもらえれば、また会った時に、あ、久しぶりじゃんとかね、言いやすくなるんで。結構ね、マージャンの一緒がそんなに数ないから、また出会いますよ。こういうとこで出会った仲間もぜひ大事にしてください。さあ、いくつも質問答えていきましたが、そろそろお時間になりました。いっぱいの質問本当にありがとうございます。そしてこの放送聞いてくださって本当にありがとうございました。はい、では優勝は木村慎太さん、なんと4連勝です。おめでとうございます。じゃあ慎太さんから。はい、表彰状、優勝木村慎太殿、あなたは2024年8月22日コロコロカップ争奪 M リーグ夏休み小学生麻雀大会2024東京大会において当初の成績を収められました。よってこれを称します。2024年8月22日一般社団法人 M リーグ機構チェアマン藤田進、優勝おめでとう。そして優勝者にはコロコロカップも申請されます。ポンチンガンさん、贈呈の方お願いいたします。コロコロカップ争奪夏休み小学生麻雀大会、熱い麻雀魂見せてもらいました。おめでとう。はい、ありがとうございます。4連勝だって結構ついてて、なんか真ん中ら辺まで行けたらいいなって思ってたんですけど、思ったよりついてて、まさか4連勝できるとは思わなかった。6連勝？はい。じゃあこの大会戦は最初で最後だった？そうですね。で、嬉しい結果になったね。最初で最後に1位を超えて本当に良かったです。あ、じゃあ誰に教えてもらったの？父に教わりました。父、彼です。お父さんありがとう。誰かに喜び伝えるとしたらお父さんかな。うん、もう家族でいいです。今日は何人できたの？北2人と、うん、自分で4人、兄弟3人で今日は参加してもらって、お兄ちゃんが見事優勝となりました。最後に今の気持ちをお願いします。
本当に嬉しくて、もう本当に叫びたいくらいです。ほら、Mリーグはどうですか？Mリーガーになりたいですか？なりたいです。今後も麻雀頑張ってください。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん、拍手お願いします。皆さん、おめでとう。麻雀マージャンを買ってたから、それで一緒にやったら面白かったから、いや本当についてました。思ったよりやっぱみんな強かったし、普段僕の打つこともたまにあるんだけども、そんなと同じくらい強い人がいっぱいいたから、みんなすごいなって。みんなマージャンが好きだから、みんなの趣味みたいな感じ。ちなみに好きなマージャンプロ M リーガーはいらっしゃいますか？サルカワさんです。どんなところか。なんか雰囲気です。小学生のみんながすごい楽しそうに麻雀打ってくれたし、もう見ていて麻雀が大好きなんだなっていうのが伝わってきたので、僕まで、嬉しくなりました。はい、そうですね、小学生がやっぱり麻雀をやるのを見る機会っていうのはなかなかないので、やっぱりね、麻雀結構上手な方もいらっしゃるし、もう始めたばっかりでまだね、よく分かってないっていういらっしゃるし、本当にまちまちなんですけども、みんなすごい楽しそうにすごい打ってるのが見てて、なんというか癒されるというか、ほっこりするというか、なんか気分的にすごく前向きな気持ちになれる、本当にいい企画だなと思いました。今日の大会が終了しました。6年生のね、男の子が優勝という形になったんですが、かなりハイレベルな今日も大会となりました。小学生のね、麻雀大会でここまで人数が集まって、しかもね、タイム届かないちっちゃい子がすごいいい内容で打ってる時、ちょっと感動しますね、やっぱりね。次は多分再来年あたりには足がついて椅子の下にね、そう言ってるかなと思うんですけど、一生懸命打ってました。みんな可愛かったです。また次のね、どういうイベントになるかわからないんですけど、きっと大会あるので、その時また皆さんのね、成長を見ながらまた会えるのを楽しみにしています。そして新たなチャレンジャーの皆さんが来てくれるのも楽しみですので、また応募いただければと思います。今日はまたありがとうございました。おっす、コロコロおっす、ありがとうございました。